はじめまして方は、はじめまして、送電役方は、こんにちは、こたつです。キングダムス&キャッスルやっていきたいと思います。ちょっと間が空いたんで、さて何しようかって感じだけど、兵士、もう一部隊作らなかったっけ？全滅したんだっけな、前回。どうだっけ。あー、急に死んでんのか。そうだね、何しようかな。そうだ、これがね、プラスになるようにしなきゃいけないっていうことで、炭がマイナスなんだよね。だから炭を作る場所をちょっと増やしたんだよな。そうそうそう、これ増やしたんだよ。で、他は、やっぱ、鉄ですよね。でも、鉄をするには、武器がいると。武器屋さんを作らないといけないけど、仕事がまだ、この辺が、でもなんか、これを運んでる。人をもっとやっぱ増やさないといけないですね。には、家だ。家。家だって最終に作った。ここはまだ空いてるな、でも。炭が足りない。炭が足りないか。もうちょっと増やすか？もう一個増やすか、ここ。でもそうなると労働かな。労働かな。労働者がいないんだよな。ちょっと人が来るのを待つか。そうね。あまり一気に増やすとまた変なことになるんで。そうそう。あと、埋め立てがね、どっかありますよってリスナーさんからコメントあったんですよね。埋め立てある？埋め立てないよね。道、ここできないもんね。埋め立て、ここはできないもんね。掘りだからね。埋め立てないよ。取り壊し。これ？埋め立てじゃないけど、これでこう、するみたいな感じかな。桟橋？かな。それなら、通せるよみたいな感じかな。ちょっとやってみるか。あ、でも今はちょっと、あまり無駄に使いたくないな。炭がこれだ。プラスになってるな。これでプラスになったから。あとは、人が増えてくれるのを待つか。ここかなり少ないけど。そんなに一気に減ってる？何しようかな。あれ、なんか、お墓の土地広くしたか。どうしようかな。次、竜が来ちゃうもんな。あ、竜が来ちゃうから、どっか、作るにも別に、あ、ここだ。ここを高くしとこうかな。ここでも、ここを、取り壊して、でも、やっぱ、敷地内にも行った方がいいよなぁ。疫病？マジか。最近ちょっとやばいな。幸福度がだいぶ下がってんな。祭りするか。お祭りするか、いつもの。金がかかるけど。うわぁ、150。まあ、お金あるからいいや。
お祭りや。お祭りや。お祭りや。ここもお祭りや。で、ここちょっと建築しとこう。こっちでいいかな。横がいいかな。裏がいいか。ほら。あ、ちょっと高すぎたかな。あ、連打しすぎだ。やばい。これでぐらい、ん？これぐらいでいいのかな？高さが同じかわかんないや。あ、いや、もう一段か。もう一段？なんかおかしい気がする。わかんねえな。じゃ、これにバリディスタを。お。OK。あ、またここで人使ってしまう。やばいなぁ。人が、炭大丈夫？大丈夫だな。お、思いっきり増えたな。炭が不足している。一気に増えたな。言うてでも人はそんなに増えてないな。どうすかな。もうちょい家増やすかな。家増やすかな。住む人、住民を増やさないとな。本当働き手がないからな。あれかな、今建設に人が行ってるからかな。この辺にも公園が欲しくなると。そうなると、ちょっと家増やすか。一気に3つも、よく長いな。一気に3つかー。まずったな。しかもこの間公園作りたかったな。ちょっとここキャンセルしよっか。キャンセル。ここに公園しようか。やっぱ公園はね、やっぱいろいろあった方がいいと思うんでね。で、井戸は？井戸足りてる？井戸は、この辺は、ここにあった方がいいな。あとは、あ、この辺にもあった方がいいな。どうなんだろう。そんなにいるかな。また疫病。お水は、他は、あ、ここ壊れたままじゃん、なんか。再建築、瓦礫のままのとこ意外とあるなぁ。見落としてる。ここもだ。結構見落としてんなぁ。鉄鋼はある。武器がマイナス。あ、武器プラスになったなぁ。あ、だいぶなんかちょっと待って。幸福度が。オフ度がやばい。オフ度やべえよ。なんでこんなに幸福度低いんだろう、ここ。図書館。礼拝堂。礼拝堂いる？違うよなぁ。幸福度が上がる。噴水？で、近くにないからなぁ。ここ稼働したいんだけどなぁ。開放してくると労働者がいないんだよなぁ。
まだまだ足りないな。とりあえず家建ったな。早いな。あ、違う、こっちだった。あ、こっちももういっぱいだ。早いな。いっぱいになるじゃん。あ、ドラゴン来たー。ドラゴン来たよー。や、頼むよー。ここにももう一個欲しいな。どこだ？あ、こっちか。村に、村人をやられる前にやるんだぞ。OK、ナイス。ナイスナイス。届くだろう。そっから届くだろう。ナイス。ナイスナイス。やれやれ。やれやれ。ナイスー、やったー。オッケー。やったね。じゃあちょっと再建地、最近なんか勝手にしてくれないのかな。やったね。ドラゴン程度ならやれるようになったけど、だんだんとこう人数じゃないや、竜の数も増えそうな気がする。はい、お金はあるからな。お金はあるからな。お金はあるから、武器とかちょっと買うようにしようか。で、鉄もちょっと買って、お肉も買って、あと何買っとこう。石、炭、まあ、いっか、この辺で。で、これ、まあ、いっか、はい。ごきげんよう。あげていいの？本当に。本当にあげて大丈夫？いや、上がらない。これ以上上げられない。あれ？ 60% 以上上げられない。なんでだ？なんかあんのかな？あ、あれ？お金がいっぱい？いや、そういうわけじゃないよね。なんでだろう。この辺も作りたいんだけど、何のためかわかんないけど。なんでできないんだろう。上げろって言われたのに。どうしようかな。この辺の道もちょっといいやつにしよっかな。ここのね、ここはちょっと、別荘地的な感じになってしまったんで、ちょっとこの辺をね、道を良くしとこう。はいよ。で、ちょっとお風呂までを行くね、あれを。ミスター。こんぐらいにしとこうか。OK。で、あ、減ったな。ちょっと待って。なんか減ったぞ。900人ぐらいいなかった、さっき。あれだな。建設にだいぶ人が行っちゃうよね。で、あ、火事だよ、火事だよ。課税が増やせない。60以上はダメってことか。さすがにな。課税多すぎたらちょっとな。こっちの方もやっぱ早く来れるように道作ってあげた方がいいかな。あ、そうだ。桟橋ここに作ってみようか。桟橋。ここに作って、こういう感じにして、めっちゃ金かかるな、これ。人増えないかな。お祭り騒ぎだ。お祭りやー。ここもお祭りやー。全部でお祭りだ。全部でお祭りだ。他は、あ、ここもだ。ここもお祭りだ。一斉にお祭りとかできたらいいのにな。
完成したの。ってことは、気にあるか。パフォーマーまでいかないな、なかなか。どうしよっかな、こっちの道を。でも今やっちゃうとな。お、いい感じやな。お祭りがやっぱ終わっちゃうとあれだね。幸福度が下がっちゃうな。あ、やっぱこれでできるんだ。これで、うわぁ、金かかるなぁ、これ一気に。うわ、一気に金かかるなぁ。ちょっとやっぱ外回りを早く行けるようにね、工事しとかないと。こう増えたかな？あ、増えた。一気に増えたな。じゃあ、今工事してるから多分マイナスだわな。まず、そう、鍛冶屋だよな。鍛冶屋。鍛冶屋だから道具がいるよな。道具がそんなにプラスじゃないから鍛冶屋だよな。鍛冶屋を、炭がでもマイナスだな。海が相変わらずマイナスだな。埋め立てこういう感じだね。桟橋がこう埋め立ての代わりになるとは思わなかった。こう桟橋って言ったらさ、こういう、これこういうのを桟橋って言うよね。違ってたらごめんなさい。で、こっから余裕はあるんだい。どうしよっかな。で、これでパフォーマーが今いるから開始してる？あ、してるね。で、幸福度1か。9、幸福度9。この辺上がんじゃないの？そんなに上がってないよな。ああ、魚が遠いって。魚調理するところないもんな、確かに。お肉調理するところここあるよね。お肉あるから、あ、お肉は保管できてんのか。魚と果物が遠いから。ってなると、ここにも穀物？穀物庫が欲しいのか。穀物庫か。違うな、生産。これか。これをこの辺に置いとったら、持ってきてくれんのかな。ただ確かに果物果実園は少ないんだよな。だから、あと刺身、刺身じゃない。魚屋さん。でも魚はそんなプラスじゃないよね。もっと増やした方がいいのかな。あんまり釣れてないんだよね、思ってる以上に。なんかあんのかな、もっとこう釣れやすくする方法みたいな。一つの場所に釣り小屋を配置しすぎて、金取り用盤の近くに建てること。だからこういうとこだよね。やっぱもっと大量に置くべきなのかな。
それとも二つ置いた方がいいとか？置きすぎは良くないけど、ここゼロだしな。刺身。魚の消費量とか取れるのが少ない。秋5くらい来たな。もっと増やしたいな、秋を。秋っていうのは多分働いてない人のことかな。どうしようかな、こっちに増やすか。とりあえず家建てるか。建ててもいいけど、幸福度上げるもんこの辺ないよな、一切。どうしよう。この辺幸福度いいはずなんだけど、そんなに上がってないんだよね。やっぱ魚がないんだよな。魚釣ると増やすか。ね。あ、でもどうだろう。火事。炭。どれが優先かな。炭があまり余裕ないからもうちょい増やしとくか。炭を増やして、隣り合わせで置いていいのかな。失敗したな。まあ、いっか。ここに置くか。ここに置いて。で、豚肉は、3つはあるもんな。でも外側にないんだよな。魚屋さんってどこだっけ？あ、違う。肉屋って肉に加工しなきゃいけないんだ。そうだ。ってことは、この辺にも魚屋と、お肉。でもまた一気に増やしちゃダメ。うわ、やべ。やべ。豊富度が低いよ。ここもあれか。いいやつにしないとダメだな、道を。一つついのにしていくか。わー、バイキングだー。やべ。兵士一人しかいない。一人というか、一部隊しかない。やばいな。余裕ないしな、今。ミスったなー。どっか、うわ、下かー。下から来るかー。どこだろう。この辺？この辺だな。うわ、水車壊しよった。やばいやばい。これ舞台足んねえわ。やば。やばいやばいやばい。しかも一人になった。あ、お金取られてる。あ、お金取られた。お金取られてるよ。あ、回収された。あーあーああ。ダメだな。舞台全滅してしまったな。はあ、17人か。やばいな。なかなか。ん？このびっくりマークってなんだろう。
びっくりマークっていうのは何だろう。ちょっとですね、もっともっと人を増やさないとダメですね。もっともっと増やさないとダメですね。え、停止？あー、備蓄庫。備蓄庫、ここに作るか。で、ここもそうだ、あれを作っとかないと、井戸。ここの火事になったらまずいもんな。この辺どうなんだろう。火事の危険性あんのかな？火事リスク低く、全くないわけではないか。まあ、ちょっとこんな感じでもうちょいね、またプラスになるようにしたいですね。はい。で、これがプラスになるようになれば、魚とか、ね、その辺を増やすようにしたいですね。まだまだ課題はたくさんあります。頑張って舞台も作らなきゃいけないし、ね、舞台今マイナスになってんじゃない？だよね。はぁ、人も増やさないといけないしね。難しいね、この辺のバランスが。まあ、まだ、もうちょっとね、だいぶ、1000に行くまで、ちょっともうちょい頑張りたいと思いますよ。はい。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。